いよいよ明日から20年ぶりとなる新紙幣の流通がスタート各地では早速新紙幣にあやかった取り組みが始まっています新たな1万円札の顔となる渋沢栄一の地元埼玉県深谷市の道の駅には特設コーナーが設置され渋沢カレーや渋沢モナカさらには大金持ちのりとおよそ100種類のグッズがずらり 渋関連商品だけで20%の伸びをございました本当渋一,様々です一方熊谷市の温浴施設では湯船に大量の新一万円札が浮いているのはお札ではなくヒノキの木なんです ヒノキで作られた入浴墨は実際のお札とほぼ同じ大きさデザインも本物を参考に作られたそうでその数なんと100枚。ヒノキのいい香りと100枚のお札に囲まれて夢のようなひとときを楽しむことができるそうです新紙幣に関連する取り組みは関西でも大阪市北区の商業施設

実際に記者の名前を言ってみると、はい、私がですね、はい、梅田新平という、まあ、この漢字なんですけども、はい、これだとどうなりますこの場合ですと,、えー、と津田梅子さんの「梅」とですね、えー、津田さんの「た」が入ってるのでこの2文字で、えー、2割引っていう形で,で何か身分証で確認させてもらってちゃんとお名前拝見させてもらって割引という今回新たな紙幣の顔となる渋沢栄一。 須田梅子、北里柴三郎。その名前と同じ漢字が含まれるほどお得になるサービスなんです。コロナ禍で落ち込んだ飲食業界を盛り上げようと、明日から実施されます。太っ腹ですけど、はい、売上的には大丈夫ですか売上的にはもうちょっとでもこれであの、お客さんが増えたら問題ないのかなと思ってます。<laughs> はい。 こうした新紙幣にまつわるサービスの一方でご飯のお供にぴったりな昆布商品を取り扱うお店では福沢諭吉や樋口一葉、野口英世が描かれた現紙幣でしか受けられないキャンペーンをやっていますその名もさよなら諭吉キャンペーン 古い紙幣で支払えば、諭吉コースは一万二千九百六十円分の商品が一万円。一応コースは五千四百円分が五千円。英雄コースは千八十円分が千円になります。買ったやつはどうされるんですね。そのお土産に持って帰ってもらうのに。ちょっと大向かいかなと思って。<laughs> <laughs> 世の中が新紙幣で盛り上がる中なぜこのようなキャンペーンを始めたのでしょうか自動追跡機ってすごい高くて、てうち大阪府下に13店舗あるので全部買えるとなると,ちょっとすごいことになるのでかつあのうちのお客様っていうのが年配の方々が多くて。 もう普段から年間通して現金支払いいの方がすすごく多いんですね会社にとってもお店にとってもお客様にとってもちょっとこう面白がるような企画を、はい、実施してみました。